海上保安庁大型巡視船巡航型3番艦弓張が浸水したとの情報をキャッチしました。今回は、この大型巡視船弓張浸水式を詳しく見ていきますね。尖閣への大型巡視船強化は、本当に頭が下がります。が、まだ、巡視船の数が足りないのも、事実、170億円建造費で、海上保安庁はよくやっています。あなたは知ってました。2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が、建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船、弓張と命名されて、その巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられた。巡視船、弓張は大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦、巡航、2番艦、朝凪に続く3番艦として建造が進められてきたものである。海上保安庁における巡航型巡視船は BHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦である。巡航型巡視船は今回の3番艦、弓張を含めて3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航は、すでに、2020年2月に、鹿児島の第10管区保安本部に、配属が行われている。2番艦の、朝凪は、昨年2022年6月に、浸水を迎えており、3番艦の、弓張と、同様に、この2023年度中には就役する予定とめされており、巡航型巡視船の建造費は、1隻あたりおよそ170億円強と公表されている。海上保安庁の大型軽巡視船といえば、総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うが、同型は、軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費は、およそ260億円強と高額であった。そのため、巡航型では、建造費用の低減もポイントとなっており、商業用の船舶と同様の構造を採用することで、コストダウンを目指し、戦術したような金額を実現、で、イメイ型に比べ、3分の2ほどで収めることに成功している。そうした経緯を持つ巡航型巡視船は、総トン数で6742トン。全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用、最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保している。巡航型巡視船は、排水量が大きい故事にも比例して、海上保安庁の巡視船の中では、兵装も充実しており、主兵装には、スウェーデンは、ボフォース社製の70口径の40ミリ、単装機関砲1機を装備している。これに加えて、巡航型巡視船は、副兵装としては、アメリカは、ゼネラルエレクトリック社製の20ミリ、の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では、最も重武装が施された船の一隻だと言ってよいだろう。また、巡航型巡視船の最大の特徴でもある、ヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シュペルピューマ MK、IITAS を、2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も、常時2機を搭載する運用とされている。こうしたヘリコプター2機にプラスして、巡航型巡視船では、4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて、
他の小型の巡視艇等へ補給を行える支援機能も果たす船舶でもある。巡航型巡視船が、こうした、いわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には、尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化である。今回進水を果たした巡航型巡視船の3番艦、弓張も、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海峡局の船舶に対抗することが企図されている状況だ。尖閣諸島の周辺海域は、海上保安庁の組織においては、第11管区海所保安本部が管轄しており、そこでは、沖縄方面の東シナ海や太平洋、フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は、沖縄本島の那覇に置かれている。海上保安庁の中で、この第11管区海所保安本部は、最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、その管轄領域内に尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから、特に警備体制を強化している。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは、1971年以降のことだが、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って、以後、中国側は自国の海峡局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ている。それは、尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるが、小石原慎太郎氏は、尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して、以後、中国の強硬路線は強まった感がある。結果として、政治的には、尖閣諸島は、東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して、現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお、一層、中国側の同諸島に対する意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろう。そして、そうした中国側の動きに合わせて、日本側も、尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は、尖閣諸島の周辺の領海に対し、専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織された。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には、一旦の完了を見たが、中国海峡局は、海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっている。海上保安庁側としては、尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも、同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ、同海域に、長期間とどまっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させている。その一環として、今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張の進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっている。すでに、2012年度の時点では、第11管区海所保安本部に配備されていた大型の巡視船は、7隻だったものが、3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるが、中国海峡局の船舶の増加数には、全く追いついていないのが実情だ。
昨今の中国海峡局は、組織の改編に伴い、軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶も、それに準じても、もともとは、中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には、76ミリ、モノ主砲を搭載したものまで存在している。それらの中国海峡局の船舶は、4隻で、一つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に、日本の船舶が現れると、集団で、その行動を妨害する動きを加速させ、事実上、日本の漁船の自由な操業を困難にしている。そうした現状にあろうことか、日本の海上保安庁の対応が、弱腰であるとの批判の声も、一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は、国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろう。中国は、こうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においても、その領有を主張して、周辺国との圧力が絶えないが、経済力を背景に、海軍や中国海峡局の増強を続け、その実力をもって、自らの主張を押し通そうとしている。にもかかわらず、なぜか、日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米、親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ、人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だ、その傾向はやむことはないと、実感させられる。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのならば、仮に、イデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが、一体、何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられない。海上自衛隊の潜水艦、モガ、ミガタ最新鋭護衛艦が、次々と就役しています。そんな中、新たに、6番艦、アガノ、がついに進水したという情報が入ってきました。今回は、このアガノ進水で見えてきたモガ、ミガタの凄さについて見ていきたいと思います。試験ですが、このクラスで、7万馬力というのは異常ではないかという感じすら抱いてしまいます。速度が30ノットという予測ですが、もっと出るかもしれませんね。2022年12月21日、長崎市の三菱重工業者中崎造船所で、海事のモガ三型護衛艦6番艦が進水を迎え、この艦をアガノと命名する式典が執行されました。この艦は前年2021年6月に寄港されていたものです。モガ三型護衛艦の名前は山形県の母なる川、一級河川最上川に由来しています。また、アガノという名前は福島から新潟にかけて流れ、日本海に注ぐ一級河川阿賀野川に由来するものです。太平洋戦争時に、阿賀野型2等巡洋艦のネームシップになっていましたが、それ以来、海上自衛隊では、初めての使用となった名称です。歴史を振り返ると、大日本帝国海軍時代の阿賀野は、1942年、昭和17年、に就役しました。第3艦隊の中の第10戦隊の機関になりましたが、1944年、昭和19年、2月、トラック島沖合で、アメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、
撃沈されました。ここに、機関アカノは、ガン命を終わったということになります。このアカノ型二等巡洋艦は、1番艦アカノ以下、2番艦の城、3番艦矢作、矢作、4番艦酒は、酒はの4隻が、太平洋戦争中に建造されましたが、ラスト4番艦酒は以外の3隻は、今のもが、三型護衛艦に、艦名が継承された形になっています。これらの艦名は、それぞれ日本の河川名です。能代は、秋田県北部を流れ、日本海に注ぐ一級河川ですし、矢作川は、長野、岐阜、愛知を経て、三河湾に注いでいます。現在は矢作川と表示されています。酒匂川は、静岡県と神奈川県を流れる二級河川です。川としての大きさから言えば、利根川とか信濃川、北上川なども大きいのですが、こういった名前は、護衛艦以外に付けられています。さて、現在のもが三型護衛艦は、今回進水した6番艦阿賀野以降、7番艦が2022年6月、8番艦は8月に寄港が行われています。大体、1年に2隻ずつが寄港され、順番に収益していくサイクルが保たれているようです。これまで開示においてもが三型護衛艦は、予算決定から約2年後に寄港、寄港から、また、約2年後に、収益というスケジュールで、数を増やしてきましたが、現状22隻が建造されると見込まれているようです。も、が三型護衛艦の収益については、ネームシップの一番艦もがみが、2022年4月に収益しましたが、実は、2番艦熊野が、3月に収益していますから、順番が入れ替わったということですね。この原因ハモが身の機関部トラブルということですが、いずれにしても海上自衛隊の水上戦闘艦としては最新の艦級ということに違いはありません。ちなみに熊野も奈良県、和歌山県、三重県を流れる新宮川の本流です。水系名で言えば新宮川ということになりますね。も、が三型護衛艦の所言ですが、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、深さ90メートルで、現在の艦級区分では、フリゲート艦に分類されるサイズということです。またもが、三型護衛艦の機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせたコダグ方式、CO メートルビネット、ディーゼル&ガス、ダルビエを採用していますから、燃費性能と高速性能の両立を図った上で、このサイズのフリゲート艦としても、強力な7万馬力を発生させることが可能とされています。この馬力を実現させるため、イギリスのロールスロイスホールディング社製のメートル T30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツのマン社製の 12V28-33D-STC ディーゼルエンジンを2機搭載しました。スクリューは2軸です。も、が、三型護衛艦は、このような機関部構成によって、最大30ノットとされる高速を実現しましたが、従来艦のように、機関部専用の操縦室はありません。機関部の始動と停止は CIC 戦闘指揮所で行う形になっているそうです。さらに航行中のスピード調節は艦橋から操作する方式で、こういった CIC や艦橋に総艦要員を集中的に配置することによって、艦全体の運用に要する人数を減らすことができますから、結果的に精進化になり、乗組員定数はおよそ90名と少なくなっています。も、が、三型の CIC のレイアウトを少し紹介すると、出入り口部分以外を上下から見た場合、ほぼ円形に、14機のコンソールと各種モニター類が集中的に配置されています。
ソナーや機雷戦闘部門の機能も配置されています。つまり、従来の艦艇に比べてもが、身型はコンパクトサイズでありつつ、対艦、対空、対地、対専用の各種兵装を搭載しているだけでなく、従来は、もっと小型の掃海艇が担当してきた、対機雷戦闘能力も与えられていることが、特徴と言えましょう。詳しく紹介しますと、対機雷戦闘用装備として、専用の OQQ-11 ソナーシステム、機雷排除用水上無人機、USV、および、機雷捜索用水中無人機、UUV という2種類の無人機の運用能力を持つ非常に珍しい水上戦闘艦というわけです。USV については、電波を使った通信、USV と UUV 間では、音波を使った通信を行う形式によって、対機雷戦闘の役目を担っているのです。この機雷捜索用水中無人機、UUV ですが、三菱重工業者が製造した、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機で、2013年、平成25年から4年かけて実用化されたものです。OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機のデータを紹介すると、直径533メートル、全長が 4.0メートル、重量 900kg、最大速力7ノットと言われます。4ノットで巡航する場合の稼働時間は約9時間、GPS 及び INS 方式の誘導で、リチウム二次電池が動力源ということです。高周波合成開口ソナーには、フランスの軍需企業大手タレス社製のものが採用されているのですが、自衛隊装備品に採用されるのは、アメリカ製が多い中では珍しい組み合わせと思われますね。タレス社は、フランス政府が 26.4% の株式を保有する筆頭株主ですから、フランスの国策会社と呼んでもおかしくはない会社です。さて、ここまでもが、身型護衛艦の概要や特徴について説明してきましたが、現在日本が仮想敵国としている中国、ロシアでもが、身型と同様の位置づけとみられるフリゲート艦との簡単な比較をしてみたいと思います。まず中国ですが、このクラスの艦艇は054型、航海型フリゲートです。細かく言えば、試験艦の054型航海I型と、改良版で、量産型の 054A 型へ改2型の2種類に区別できるようです。054A 型へ改2型フリゲートの初舷は、基準排水量3450トン、満載排水量4050トン、全長 134.0 メートル、全幅 15.0 メートル、機関部は、複数のディーゼルエンジンを組み合わせた、CODAD 方式を採用し、マックス馬力は27、200、27ノットのスピードを出せるとされます。身型護衛艦は、VLS、垂直発射艦を16セル搭載予定ですが、この艦は、倍の32セルを搭載しているので、主兵装という点では強力です。すでに31隻が就役し、なおも9隻が建造中と言われています。2022年12月、日本は安保関連3文書の改定内容に関して、中国を事実上の仮想敵国として懸念している内容を盛り込みました。これに反応した中国は、遼寧を含む6隻の艦隊が東シナ海に進出させましたが、これに、前述の 054A 型へ改2型フリゲートも含まれていました。ではロシアです。ウクライナへの侵攻を続けているロシア海軍で、モガ身型護衛艦に相当するのがアドミラルゴルシコフ級フリゲートと見られます。この艦は、基準排水量4500トン、満載排水量5400トン、全長 135.0 メートル。全幅 16.0 メートルのサイズです。
このアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、2018年、平成30年、7月に1番艦が就役、2022年12月までに、2番艦が就役済みで、6隻が建造中とみられています。最終的には15隻を建造すると、推測されています。今から、30年ほど前の1991年、平成3年、旧ソ連邦は崩壊しました。その後継国家となったロシアでも財政難が続いたことはニュースなどでもご存知でしょう。そのため、1990年代、海軍は大型水上戦闘艦を建造する力を完全に失っていたのですが、2000年以降の原油価格の高騰により、その状況は変わりました。ロシアには天然ガスという強力なエネルギー資源があるのです。世界的な原油価格の高騰は資源大国ロシアに経済的な余裕を与えました。国家予算に余裕ができたロシアが半ば偶然の産物とも言える悪運の強さで企画したのがアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートというわけです。このフリゲートはカイジヌモガ2型護衛艦と同様、機関部にコダグ方式を採用し、マックス馬力5万5000と30ノットのスピードを発揮すると見受けられます。主兵装として、前述の 054A 型エカイ2型フリゲートと同じ32セルの VLS を装備しているそうです。とはいえ、逆説的にもが、2型の凄さが際立つのではないでしょうか。しかももが、味方は、乗務員の数が、アドミラルより、桁違いに少ないのです。なのに、問題なく運用できるのというも、日本の高いテクノロジーの証拠と言えるのではないでしょうか。